何でも起承転結。やっふー。あー、これこれ、待ってた待ってた、これだよ。これこれこれ、はい、はい、というわけで本日も皆様には4コマ漫画を作っていただきます。いやです。今日は大先生が逃げて代わりにエミさんがぶち込まれました。なるほどね。そんな期待のエミさんの画像1枚目はこちらです。あー、絶望スケープに見覚えのある。次のイラストはこちらです。そう、ちょっとこれセンシティブよな、画像としてな、うん、センシティブではないな。大丈夫、ロボロもいい感じに指先で乳首隠してる。そうやね、うん、あーほんまや。大先生もギリギリ下で乳首隠れてる。下すぎひん、乳首の位置。だいぶ下。次の3枚目がこちらです。はい、あー、はいはい、最後1枚こちらです。ガフカードね。かっこよすぎ。お前、僕のゲンやんけ、これ。お前これ絵の力強すぎてあんなに切られへん。じゃあ次、ゾムさんのイラスト。ゾムさんの1枚目はこちらです。あー、ゴホね。このシーン珍しいな。だいぶ最初の方やね。開幕シーンや。次の2枚目はこちらです。あー、追い詰められたな。3枚目のイラストがこちらです。あー、では最後4枚目がこちらです。はい、あ、いいじゃないですか。はいはい、最近よく見るやつやな。最高じゃないですか。チーナさんのイラスト1枚目はこちらです。あ、消えるロボ、消えるロボ、14万3000件、消えるなあな。まあ、願望になってないだけまだ許すか。次2枚目はこちらです。あ、月面や。あ、3枚目こちら。あれ、どれやこれ。なんかマッスルやな。最後4枚目のイラスト、これ反対や。最近これ引きがち。扱いとしてはどうなん、当たりなん、外れ、外れ、外れやろ、外れやろ。でも画像じゃないもん。次はトントンさんのイラスト。ああ、これは的使いやすいカットでは宇宙ですか。2枚目、これ割とシナジーあるかもっすよ。どこが宇宙という。3枚目、これさっきの男の補足ですね。あ、はい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 、聞いたね。最後4枚目がこちらです。出てる、今のハズレ来た、出た、ガチ出た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 。次はロボロさんのイラスト。何これ、何これ、ウミガメやけど何これ、何の問題やってこれ。2枚目のイラストこちらです。あ、アリジネーターが、うん、なんかおかしいな、本おらへんよな一人。うん、3枚目のイラストこちら。え、あ、扉、あ、背景ね。で4枚目こちらです。待って、背景素材2枚はきついて。いや、背景2枚はマジできつい。皆さんのイラストが出揃いましたので4巻漫画の方を作っていってください。なるほど、いいっす。作り直すかどうか作り直す、一旦並べてみて。0点やった。自己採点0点あるんや。、うん、でも作り直したやつも0点の可能性あるよ。なんかするよりもなんかせずに0点の方がええか。今のってそういう。プロマガの分量やばいよな、めっちゃ書くよな。文章って書いてて思うんやけど、端的にまとめる方が難しい。むしろ思ってることそのまま書き綴ってる方が、あ、やっぱ文字数はでもやっぱエミさんが一番多いと思います。ああ、確かにそれもそうか。うん、え、俺、うん、確かにあいつ無駄な話長いからな。俺のあれ使ってお前エミさんを落としてんだけど。一番まとまりのない文章を書いてるのエミさんらしいな。ロボロさんの論調を利用したら、あの大先生のしゃびしゃびのブログが一番遂行されてるって話になるから。あれさ、オーマン内容ないよ。いや、マジで、一番好きな大先生のブロマガの流れとして、あ、この話するか、いや、この話なんかちゃうな、んでって続けるとき好き。せやな。俺それで、なんかするかって言って、なんやこれって言って、落とすとき。そう定番パターン。定番やね、あれ。定番パターン。俺だけお前一回も起承転結で休みがなかったらこういうことにもなろう。確かに。確かに皆勤者や。おめでとう。俺もだぞ。お前はって。なんだって。消えろ。はい、では皆さんの回答が出揃ったということで、じゃあ一旦自己採点0点のチーノから見に行くか。いや、わしも昔
かしはようやっとったんじゃ。おーいいよいいよ。導入いいや。何言うとるかわからん話聞かされ。うん。おう何しとるかわからん行動見せられ。ああ腹立つわ。ああ元気な若者見とると腹立つわ。こいつほんまちゃんと年金払っとるんか。はい。作り直したやんけ今回。お前作あの作り直したんけって聞くのはもうもはやお前。あのよくないよくない。結局作り直したやったかなって気になってしまう。でもなんか頑張って切り取った感があって俺は。まさかと思うけどまた Google スライド使ってんちゃうやろなこれ編集に。まさかパワーポイントですよ。変わらんわ。マジようやるわパワーポでここまで。切り取りがちゃんと。フォトショーとか使ってるでしょ。うん。フォトショーでやるよ最後まで。ロボロさん、手本見したれ。問題。お。ででん。で今日休んだクソ野郎のあなたは。この後どうなるでしょうか。丸か罰か。丸か罰か。丸か罰どういうことですか。ロークは地獄。やったいやこれお前はいはいはい全部やってもらいます悪いとこ出したなお前お手本のよ4コマやいやすばらしいこれが4コマなんよな次トントンさんお願いしますおやアイシーPOの努力によって。おおゾムさんやろ次来たテレ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 巨匠来たなおいあいつ自分で BGM やってたで俺は高校生筋肉工藤のどういうこと高校生筋肉人ちゃうやないか同級生のモーリーランド遊園地に遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した確かに確かに確かに取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった怪人って書いてある目が覚めたらどうなってたんやいつも通りの姿になっていたええやないかじゃん別に被害なくて草じゃあ最後エミさんの4コマ漫画おー来たぞ時は世紀末民主の不安に満ちていた、うん、そんな時にあ、まあ、これ間違えた手持ち込んだやめろやそんな中誕生した勇者チーノはいチーノが誕生したうわどうなんねやろ一緒に見せちゃったけどはい勇者チーノの伝説が始まる、ね、今始まった、うん、世間はそんなこと気づかず勇者のスカートは止まらなかったって感じでね、はい、あやねあの学校で休んだ人の写真みたいにチーノがなってるっていう、じゃあ誰が一番面白かったのか投票の方に移りたいと思いますため息えぐいていきますよはい、はい、せーのはいはいあーお前ふざけんなよお前お前何かやお前シンバの母ちゃんっていう席欲しかったのに俺俺は高校生筋肉工藤ロボロ塩コショウです幼馴染で同級生のモーリーランと遊園地に遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づいてくるもう一人の怪人に気づかなかった俺はその男に毒薬を飲まされ目が覚めたらいつも通りの姿になっていたテレ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